つまりこのドッグドも手作り食に近いじゃないですか。手作り食でミネラルを補うってなかなか難しいんですよ。もう獣医師さんとか、あるいはその手作り食の開発するメーカーさんが308レシピ、手作り食のレシピに関して乾燥状態の栄養価を計算したところ、308レシピ中、あそこの基準をクリアできているレシピは0レシピだったんです。おそらくミネラルがネックになってると思うんですね。